はい、本日もご視聴ありがとうございます。本日は山崎から出てるふっくらバーガー、ふっくらバーガー完熟トマト風味ソース&マヨネーズ書いてます。はい、シールが1点ついております。はい、最近山崎のハンバーガーにちょっと止まっております。はい、1食あたりは346キロカロリーですね。まずかな、こちらですね。お客様相談室になります。もし何かあればぜひ連絡してみてください。はい、こちら調理パン、賞味期限はなんと今日2月10日買ったんですけど、1日しかありません。はい、袋から出してみました。こんな感じですね。まあ普通のハンバーガーだね。美味しそう。ちょっとパカシもパカ、はい、こんな感じ。はい、こちらですね。ふっくらバーガーですね。食べてみようと思います。いただきます。おいしい。まあ確かにふっくらしてますね。トマトの風味もします。まあ美味しい、いいと思います。ほんとマックとかモスとかロッテリアとかいろいろあるけど、山崎もいいよって。うまくない。商店とかコンビニで気軽に食べられるし、いいと思います。おいしい。ODチャンネルちょっとおいしいとかしか言えないんですけど、参考にしてみてはいかがでしょうか。いいと思う。うまい。食べたらマヨネーズが効いてるわ。量も割とありますね。食べ応えあります。いいと思います。山崎のふっくらバーガー割と高評価です。はい、もしこの動画が参考になったとか良かったなと思ったら、ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。こういったコンビニとかスーパーで売っているあのパンとか惣菜とか調理パンとか、こういうのもどんどんアップしていこうと思います。参考にしていただければ幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もお待ちしております。ありがとうございます。おいしい。本日はふっくらバーガー完熟トマト風味ソース&マヨネーズのゲートとなっております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。